あるとすれば女だな。え、王の目的の一つが繁殖だろ。宮殿内で王が何やってんのか疑問だったが、子作り、これで決まりだ。なるほど。それなら王が護衛軍を寝室から遠ざける可能性もあるにはあるっすね。もしかしたらビゼフが女性を調達したのは王のためかも。パームが王と計画に変更はない。仮にパームがどんな状況にいようとだ。ゴンは分かってねえだろうな。突入前に気づいてよかったな。覚悟なしでそんな場面にぶち当たってたら。フリーズ確実。